はい、皆さんごきげんよう。はい、本日はなんか覚えがあるな。覚えあるよな。じゃじゃん焼肉キング。焼肉キングでござりまする。実は1年前の本日来たの。そうだった。6月6日。そうだった。そうなの。なのに入ってみたら予約でいっぱいだったの。あの時3時間待ちとかやってしまった。そう。なので本日は予約をして参りました。準備万端でございます。そうじゃよ。たくさん食べるからね。そうじゃな。たくさん食べるからね。食べよう。それでは参りまする。はい、たくさん食べましょう。はい、というわけで中に入りまして、今暑いぞ。今もう火ついてる。暑い時期じゃよ。はい、店内ね、こんな感じになっておりましてね、本日予約をしてね、端っこにしてもらったんだよな、撮影ということでな。ご用意いただきまして、はい、どん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 頼みましょう。うん、もう減ってるから時間が。大変大変じゃん。アストーマーだよ、79分。何がいいかな。これ食してよい。どうぞ。なんかよくわからないけど、たくさん頼んでみる。です。こういう感じか。そうだな。で、注文リストに。タンが見つからないの。あ、これか、タン。これも頼むか。もういろいろ、いろいろ食べるよ。タン。もうたくさん食して頼んでおるけど、良い。タラはね、カレーよりも塩が好きなの。これも良い。なんかもうよく分からず頼んでるけど、良いかな。そして飲み物頼んだ方がいいんじゃない。あ、飲み物、うん、タラはオレンジジュース。とりあえず良い。あ、行った。こちらがね、おすすめだって。なんだっけ、ポークのタン、塩タン、ポークタン、ポークタン、ポークタン。はい、じゃあいただきましょう。はい。焼くけどタレが必要ではない。うん。全部入れちゃうの。とりあえず色はこのぐらいで。レモンダレだけど、割と塩タンもんだじゃないか。うん。だから割れもんだけど一応トンだからな。トンだからちゃんとね。今日は肉を満喫するためにやってまいった。そうだろ。ご飯は食べないかもしれないよ。返しすぎ？そんなもんで良い？返しすぎだからわからんぞ。焼けてるかどうかが。よいと思うよ。本当？はい。はい、ありがとう。もう食べるよ。うん、いただきます、うん。焦げないようにね。そうだね。本当にいただきます。はい。ありがとうございます。うん。おいしい？ごめん。はい。じゃあこんな感じでね、いただいてまいりましょう。はい、それでは乾杯いたします。はい、乾杯いたしましょう。実は本日は12周年目の、うん、披露宴記念日でございます。そうなの、結婚披露宴記念日ね。結婚記念日は3月3日なんですが、披露宴やったの6月3日なんですよ。うん。というわけで、乾杯。今後ともよろしゅう。ありがとうな。うん。さあ、肉を食べますよ。はい、いただいてまいりましょう。お、たくさんね、肉も参りました。もうね、これが何なのかっていうのは覚えてられないんで。そう、もう焼くしかない。そうなの。うん。火がすごいね。火がすごい。これ何？これ。私嫌いなんだけど。これ何？なんじゃろ。カルビかな。確かに火苦手なんだよ。そう。なのに焼肉好きだからしょうがない。でも焼肉は好きなの。焼肉大好き。あ、ごめん。もう食べれるんじゃないか。食べれるかな、うん、牛だしね。うん、そうだね。怖い怖い。取った方がいいか、とりあえず。怖いよ、焦げる前に。すごい火だらけ、それいいよ。火がすごい。大丈夫。挟みよう。人の戦い。人の戦いだな。何？さっきとこ一生懸命切ってたやつかな。うん、ついてたやつ。おいしい？味はついてる？タレ味。これでございます。うん、いただいてまいりましょう。もうなんだかわからない。僕が肉を切っております。うん、これで合っておる？わからん。これ結構焼いた端から置いていた方が良いかしら。うん、切った端から。おー、これはすごいな。分厚い。もう一個置くの、うん、よし。もうじゃあ、切れてない。はい、焼きましょう。何してるんだ。
サンチだけ食べないの、うん、肉と食べるだけ。肉食べてしまったから。肉これもう焼けたぞ、さっきのやつ。これほら来たやつ、巻かずに食べてしまったから今サンチ食べて、うん、あ、そうなの。そう、うん、この大きいの巻いて食べようかな、うん、これ、うん、わさび醤油だ。これすごいな。うん、熱い、熱い、どうだ、美味しい、美味しいか、うん、よかったよかった。柔らかい、はい、なんか特殊な感じの飾ってあげたよ。なんか儀式みたいになってるけど儀式みたいになってるけど、何これ、どういうことだ、どういう儀式だよ、ね、ほら前これさ、中に突っ込んで焼いてたよな、あの牛角の時。あ、そうじゃったか。多分あれ間違えてた、これこうやって食べるの。体温温まるんだよ膨らんでる顔してる。こっちもひっくり返してくれないと見えないじゃん、うん、あるぞ。あ、でも溶けてきたじゃないか、バター溶けてきたか、うん、沸騰してる、沸騰してる、はい、沸騰しました。これに入れて、いくよ、いくよ、食べるよ、うん、怖い、怖い、絶対熱い、絶対熱いじゃない、これいいね、うん、すごいこう地獄の釜みたいになってるつぐ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 、ビミよ、ビミ、うん、よし、じゃあ私も食べよう、うん、出さない意味だな。はい、こちらハラミでございます。ハラミ、ビミよ、おいおい、ビミだわ、煙がすごい食べ方違うんだな、多分な、草食動物みたいな、肉食ってるの両食動物、両食雑食ってるそれ。ウサギみたいだね。さっきのなバターも入れて食べるやつが、また豆腐が美味しかったって。また儀式始まるから。3連でいい。3連でいい。3連するの。やだ。噛み切れないだろ。そうか。はい、儀式の始まりでございます。さっきより人数が多いんだよ。なんで？切り方は？ここ置けるか。置ける置ける。取り囲んでなんか儀式を行っております。わらわの国に集まる、どうしよう。うん、なんかやってるとこが。見えないんだよね、ここの後ろの。もう一つ。顔が見えないの。もう一つ。信者の。信者なのこれ。信者。焼いてるの信者。怖いね。焼いてるの信者。信者は焼いてる。わらは競争だよね。競争だから。信者は焼いてる。信者。いけそうだ。よし、すごい、さっきよりグズグズしてる、うん、いいね、どれつけてあげる、バター漬けにしてあげる、あーグズグズしてる、なんか、はい、味が染み込みましたかね、はい、染み込んだと思います、はい、微妙なんだこの壺、ちょっと蛇が出てこない中にな、肉が入ってる、うん、ハラミ切らないといけんのね、今日切るもの多いよな、そういうのばっか選んでるんですよ分かった、これ焼いてから切った方が良いと思うよ、あ、そうなの秘密感みたいになってる、でかこれ焼けるとすごいな、これかかりそうじゃね、うん、なあ、ん、切れない、先に切った方が良かったよ、もしれない、硬くなっちゃった、うん、食べるやっぱダメだったんだそっくこのまま食べよう、うん、それ噛み切れるのか、食べれるかな、とりあえず食いついてみよう、ガブッ、硬い
やばい食べれないかもしれない。あ、味が美味しい。食べきるのは大変。やっぱ切らなきゃいけなかったんだ。やっちゃった、トク。はい、やっちゃった。皆さんもね、大体切ってくれた焼かなきゃダメでございます。はい、オープンです。はい、はい、最後のお肉、締めのハラミでございます。ラストお肉、はい、美味しいね。僕でもめちゃくちゃ食べたよね。食べた。なのにね、冷麺頼んだこと。冷麺すごく好きなんだよな、冷麺。あピントが合わない。はい、肉完食でございまする。美味しかったね。とんでもなく食べた音。そして冷麺、弾力がさっぱりするよ、ね。はい、というわけでデザートが参りましたぞ。さて、デザートのお時間になってまいりました。はい、たくさんあるの、どこ。これ、ね、説明してくれるの。本日のデザートはこちらから杏仁豆腐、杏仁豆腐、アマオのタピオカドリンク、ショコラケーキ、ショコラケーキ、そしてホットコーヒーでございます。はい、じゃあね、デザート食べてね、参りましょう。なんかうなってるけど、飲み終わった。うん、はい、ごちそうさまにございました。私もね、感動食いたしました。デザート美味しかったな。さすがにちょっと9人目を産み込もうと。前世の話な、8人目まで。はい、というわけでね、12年経ちました。あれから良かった、お祝いもちゃんとねできました。はい、これからね、13年目もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、高評価ボタンと、はい、コメントと、はい、どこ、タレ、タレにチャンネル登録を、はい、よろしくお願いいたします。それではまた、ごきげんよう。